レバナスで銃を手に入れる。レバレッジ投資家伊月です。本日もよろしくお願いいたします。さあ、9月も終わりましたということなので、2022年9月のレバナスはどうだったのかということでね、レバナス運用16ヶ月目の報告と、あと残りね、8年と8ヶ月でファイヤー生活に入っていけますよと。後半戦はバカとハサミが使いよう。ハサミというのは暴落のことです。 ただし、バカは,は、挟み、暴落を使いこなせないということをね、お話しさせていただきたいと思います。それでは、スタートです。はい、ということでね、えー、まずは運用報告ということになっております。えー、9月30日のアイフリーレベル値ナスダック100の基準価格は1万7735円ということでね、大幅下落中ということですね。ただしね、ね下落しているということは、それだけ基準価格が多く買えるということなので、4月、 3万3618円だったときと比べたとして、もう8月はね、5574口多く購入できていました、暴落万歳、まだ続けって先月言ってたんですよね。 さあ、今月どうなったかと比べますと、4月と比べて9月は、なんと、8062口多く購入できてる。やったぜということでね、下落が続いてくれてる。そしてね、レンジに入っていただいているレバナスの口数をたくさん変えるということになってきますので、平均取得の方を見ていただきたいんですけれども、これ、毎月5万円ずつだけをね、 定期的に購入していってるだけです。暴落局面が続いていってますので、4月の時は3万4521.56円あった平均取得の方が、今ね、3万飛んで970円82銭ということになってきましたので、約ですよ、約4000円弱ね、落ちてきているということになっております。今月 うまくいけば、10月の、ね、4日に約定するんですけれども、こうとうとうね、はい、3万円を切ってきて、2万円台になっていくんじゃないかなということでね、ただ単に定期的に積み立てしているだけですよね、これ、上昇局面だったら平均取得単価っていうのは、どん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 上がっていってしまいますし、買える数量っていうのもどんどんどん,どん減っていくわけですよ。今 下落局面でなおかつね、安いところで停滞していただいているということがありますので、暴落局面では積みればが最強なんですね。なんで伊つさん一括投資しないんですかって、たまに人がいるんですけれど、おいおいおいと。上昇局面では一括投資が最強です。ですけれども、下落局面ではね、どこまで落ちていくか分かりませんから、積みれば、定期積み立ての方が最強になってくると。と考えても、今、 下落局面でしょこんなところで一括投資したらあかんよというね、話になってきます。スポット購入する人でもそうですよね。一気に全部ね、今安いからといって購入するんではなくて、複数回に分けて、どこまでね、ナスダック100がそこ掘っていくか分かりませんからね、そこつくまではね、しっかりとスポット購入の方はね、続けていかないといけないということで、現金管理っていうのがすごくね、重要になってくるわけですけれど、積みればは簡単ですよね。 楽天証券で毎月5万円ずつクレジットカードで落とす。そしてそのクレジットカードの代金を楽天銀行に入れておく。ただこれだけということになってきます。これだけで資産が形成してしまうというのがね、エレバナスの強みであり、暴落局面。ここはね、資産形成初期に来ていただいている我々には大チャンスということになってきます。 理解していただきたいのはね、純価格がどん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 下がっていくんでね、レバナスの総口数が減っていって召喚されるんじゃないかって、この暴落がね、始まる前までは言われていたんですよ。けれど、蓋を開けてみれば、レバナスが下落していったとしてもね、レバナスの総口数、大和さんがね、 発行してる部分ですよね。どん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 増えていってるということなので、繰り上げ償還のリスク、この暴落で、あ、レバナスに関しては99%来ないなと。これ、間違えていただいたらだめなのが、他の投資信託でも繰り上げ償還が来ないなんていうことを言ってるわけではありません。あくまでレバナスが来ないと言ってるだけで、他のしょぼい投資信託、ETF 商品っていうのは、繰り上げ償還バンバン来てね、この世から消えてなくなっていくということがありますので、消えてなくなる商品と、 消えてなくならない商品っていうのの見やめがね、すごく重要じゃないかなと、まあ、暴落を1回経験したことによって、我々は経験値を積んできたということになりますからね、まあ良かったなということで、レバナスは売上償還のリスクは99%ありません。 さあ、それではね、アイフリーレバレッジナスダック100、9月30日は17,735円で終わっておりますと。残念ながら10月3日、さらなる下落が待っております。設定来最高値43,151円。去年なんですよね。11月22日につけたんですけれど、大暴落が今来ました。なんと、ただいま58.9%下落しております。 ただし10月3日のレバナスの基準価格が下がるっていうのは確定しておりますので60%下落というのがね見えてきたんじゃないのかなということでワクワクしております。下落していただければ下落していただけるほどレバナス、同じね5万円で買える口数が増えていくということで10月の3日はね下落することが確定してるんですね。そして私の レバナースが役場するのが10月4日ということなので、もう一日下がっといてくれというのが心の悲鳴です。 さあ、レバナスをね、16ヶ月運用してね、何が分かったのかと言いますと、まずは去年の12月の19日の時点で、投資金額が58万円しかなかったのに、12万8000円利益が出たということでね、上昇傾向に入った時っていうのは、あっという間にレバナスっていうのはね、プラスに持ってきていただけるので、安心していけばいいんじゃないかなと、そこからどん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 とね、はい。 基準価格が下がっていきましたので、現状、9月の30日の時点では、含み損益がマイナスね、49万円出ているということになってきますけれど、これは別にね、損してるわけでもなんでもありませんから、基準価格が下がったから評価額が下がってるだけ、基準価格が上がれば評価額は上がる。なぜか、それは投資金額、12月の時点では58万しか入れてませんけれど、9月の30日の時点では114万円入れているということなので、もちろん、 そうなってくると、口数も増えていくということでね、えー、去年の5月の28日には28万口しかなかったのが、9月の30日の時点では37万口まで、ねえー、しっかりと増えてきていると。しかもね、9月の30日で37万417株ということは、急激に増えてるんですよね、口数が。なぜか、ね、毎月買っている5万円っていうのは同じなのにと。そうです、買ってる金額は同じなのに、急激に増えていってるのは、 レバナスの基準価格が下がって、口数を多く変えるからですよね。とてもね、レバナスの価格がね、暴落している、基準価格がね、下回ってるっていうのはありがたいことです。すっごくありがたい。これがね、なんか怖いですとかね、暴落いつまで続くんでしょうかとかってね、聞いてくる人がいるんですけれど、いや、もうちょっと続いてくれた方がいいですよ。なぜか、レバナスは保有数量を集める投資ですということでね、レバナスの保有数量、保有口数をどん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 集める 集め,て集め切った人が、ねはい、勝つ投資ということになってます。たくさん保有量がある人が、ね、勝ちます。イコール資産形成に 役立ちます。資金力ある人はね、高いときでもね、たくさんね、レバナ使えばいいだけなんでいいんですけれども、資金力のない、もう私はレバナスは毎月5万円買うのが限界です、そういうね、私のような人からすると、効率よく保有数量を集めるために暴落を利用していってると、価格が落ちてますから、口数がたくさん買えると、私は5万円しか使えないけれど、その5万円を有効活用するためには、 暴落を利用するしかないということでね。暴落はね、資金を最大限効率化する道具です。ということで、株式っていうのは必ずね、暴落と上昇を繰り返していくんですよね。絶対来るもんなんですよ。暴落来るたんびに、怖い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 ,怖いって言うて株式投資しない人とかね、株式ね、老婆売りして売っちゃったりする人がいるんですけれど、何言うてんのと。この暴落が来た時にね、効率よく保有数量を集めるんじゃないかということで、馬鹿とハサミは使いようです。けれど、はっきり言 バカはハサミを使えない、バカは暴落が来たら怖い怖いと言って買わない、逆に売ってしまうということになってきます。賢い人、資金を効率よく使おうと思っている人は逆に暴落を待って、ここでドンと買い増しをするというね、まあ、これが貧乏人と金持ちとの思考の差ということになってきます。我々は貧乏人ではなくて、お金持ちの仲間入りがしたいわけですよね。だったらお金持ちがする行動を 見習っていけばいいというだけなので簡単です。暴落局面でガンガン買っていく。これ以外ありません。まあ、そしてね、このトータルリターン、私も今ね、マイナス49万円出てます。含み損益が出て心配という人がいるが、お衣装ロスカットが発生しない、繰り上げ召喚も99%来ないレバナス、何が心配なのか、何が不安なのか、私にはね、全く分かりません。たまに。 アメリカの株式はもうナスダック100はもう10年上がらないというね、方がいますけれど、それやったらどの株が上がんねんと。ナスダック100が上がらへんかったら S&P500 も全米株式も全世界株式も全部道連れやないかと。そして、 最近計算しますと、全世界株式からアメリカを除いたところのパーセンテージっていうのは、実は全世界株式の方が今下がっているんですよね。ということは、アメリカの株、今もね、全世界株の中から考えると、上がっているということになるわけですよね。現在世界が、 不況に突入していこうとしております。そこからいち早く抜け出していくのはアメリカ、アメリカの株式ということになってます。え、なんで今言ったでしょと、全世界株式の中からアメリカの株式を除いた時のパーセンテージっていうのがアメリカを含んでいた時よりも下落率が高いんです。ということはアメリカの株が全世界株のね、 パーセンテージを押し上げているということになってますから、あの株がいち早く抜け出していくのはね、自命の理だと、今もすでにそうなっているということでね。ポイントはね、何を理解するべきかということで、暴落っていうのはね、絶対に来るわけですよね。どの株を持っていたとしても、どのセクターの株を持っていたとしても、絶対に暴落は来るわけですよ。そのね、暴落が来て下がった後、株価が 高値に戻る。そして高値更新していってくれる銘柄を選ぶことということなので我々はアメリカの株式を選択している。そのアメリカの株式の中でも最強の指数の一つであるナスダック100を選んでいる。ナスダック100っていうのは暴落も激しいです。ですけれど必ず上昇して元の値段に戻ってそして高値を 超えていくということなので、この銘柄選択を間違えないことね、暴落が来たまま、もう安くなったまま、もうピクリともね、えー、上昇していかないという株も世の中には存在します。それを選んでしまったらね、いくらアメリカの株式買ってると言ってもね、もう未来永劫資産形成が遠のいていくということになるんですけれども、我々は個別株はしておりませんよね。レーバナースソクルというね、世界最強の指数。えー こちらの方に。 連動している商品の方を取り扱ってますので世界最高峰の指数ですから必ず株価は戻ります戻るだけではなくて高値を更新していきますその時にレバナスソクロにかかっているレバレッジっていうのはお一緒ロスカットは発生しない売上償還も発生しない信託報酬手数料とかは取られてますけれどそれはレバナスの中で引かれていってるだけ我々が追加で金額を発生することは一切ありませんだったら ンターンに暴落しているときに買い集め、買い集めとえ、どれだけトータルリターンがマイナスになったとしてね、他の人たちにね、バカにされたとしても、こ,こいつらの方がバカやということで、一生懸命買い集めて、そのうち、 そこを打った時には上昇局面に移ってきますから、ほら見ろと、お前ら持ってへんやろということでね、我々は今レバナス速度を持っているわけですよ。そして基準価格さえ回復すれば資産が爆撃していくっていうのはもう皆さん分かっているわけでしょと。持ってねえ人と持ってる人の差、見せつけてやろうじゃないかということでね、さあ今日も22時からライブ放送の方をかけていきまして、持たざるものと持っているものの力の差っていうのをね、数年後にまざまざと見せつけてやりましょうということ。 プラス、その資金を使って、老後のファイヤー、どうしていくのかっていうのをね、どんな生活を私はしたいのかっていうところもね、皆さんとディスカッション、討論していきたいと思いますのでね、ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。